お疲れ様でした。今日の試合の振り返りをお願いします。はい、先制点取られちゃって1回追い越すことができたんですけど、また同点にされてしまったので、次の試合ではしっかりと勝ち切りたいと思います。次の試合の意気込みをお願いします。まずは先制点取っていい流れで決勝トーナメントに行けるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。